1971年使用の 50cc GP マシンモルビデリはイタリアのオートバイメーカー。ジャンカルロ・モルビデリがペーザーロにおいて創業した。1975年から1980年にかけて 125cc のロードレーサーで特に成功を収めた。当初モルビデリ社は機行業を営み、家具や木製の自動車のボディを作成していた。 会社は300人の従業員を抱えるほどに成長したが、ジャンカルロ・モルビデリの情熱はあくまでオートバイ、オートバイレースに注がれていた。木工業はレースの資金を得る手段に過ぎなかった。1969年、モルビデリはロードレース世界選手権の 50cc クラスに自らのチームを参戦させる。またフランコ・ライン・ギニーが設計した水霊。 ディスクバルブ 125cc エンジンの委託生産を行った。1972年シーズンの序盤には 125cc クラスでイタリアのジルベルト・パロッティがチームに2勝をもたらしたが、パロッティはその年のマンシマ、TT レースで自己死してしまう。パロッティの死を乗り越え、モルビデリは挑戦を続けた。1974年には元クライドラーの設計者イオルクミューラーが マシンの開発を行った。1975年には、パオロ・ピリリのライディングによりついに 125cc。ピリリのチームメイトのピエール・パオロ・ビアンキもシリーズ2位に入った。翌1976年シーズンには、そのビアンキがチャンピオンを獲得する。チームの絶頂期となった1977年には、ビアンキが 125cc クラスを2連覇し、250cc クラスでは、 マリオ・レガがチャンピオンに輝き、2クラスを制覇することになった。当初、モルビデリは自分のチームだけでマシンを使用し、プライベーターへの販売は行っていなかったが、1976年にベネリ社の協力により、ペーザロに MBA と呼ばれる工場を完成させ、125cc と 250cc クラスのマシンの製作、販売を行えるようになった以後数年間、 各クラスでモルビデリのマシンは成功を収めた。モルビデリは1982年までロードレース世界選手権への参戦を続けた。ジャンカルロ・モルビデリの息子、ジャンニ・モルビデリはレースドライバーとして成功を収め、会一で表彰台に立った。モルビデリ車は1994年に液霊32バルブ 847cc90 度 V8 エンジン。 シャフトドライブでマニュアル5速の革新的なスポーツツアラーバイクを製作した。しかし製造コストがあまりにも高く量産されることはなかった。それでもエキゾチックなデザインが評価され、ニューヨーク、ビルバオ、ラスベガス等各地のグッケンハイム美術館やバーミングハムのバーバーモータースポーツパークにある博物館などに展示されることになった。ペーザロの工場は現在は モーターサイクルの博物館となっている。骨董品級のクラシックバイクのほか、選手権を戦ったマシンが揃えられており、モルビデリ社のかつての栄光を現在に伝えている。ありがとうございます。